で歌えなかった歌、どんな風にご覧になりました？はい、これなんかこう震災があって、その次の日が卒業式だったっていうことで、はい、本当にこう歌に込められた意味以外にも、なんか自分の先輩たちがこう込めた気持ちっていうのを驚いた気がします。このタイミングで歌われるというのも何かこう運命的というか、はい、そういうものを感じますよね。そして美咲さんも今中学校3年生ということで、この3月には卒業式ということで、夏休みはもう終わった、はい、終わりました、はい、夏休み忙しかったでしょう。はい、そうですね、いろんなところに行って、はい、頑張ってました。そうですね、あの宿題なんていうのもあったんですか？宿題、宿題です、宿題、芝居じゃないですか。アナウンサーなんですか、ちゃんと喋ってくださいね。チャリティーオークションで声出しすぎました。宿題もたくさんありました。でもいろんなところでコンサートとかライブとかあったじゃないですか、はい、宿題とかお勉強はどうしてたんですか？は、その行く先に持って行って、なんかホテルにいつも泊まっていたんですけど、はい、こう例えば集合時間が11時だったり10時半だったりすると、それまでにこう勉強したり、まあ、リハーサルが終わって本番のまでの間にやったりして、はい、いや両立は大変ですよね。また2学期が始まったということで、はい、でこれからも勉強の方も頑張ってくださいね、はいはい、受験生になるということですからね、はい、もっともっと大変になりますけれども、はい、このようにですね、イオン盛岡のセントラル校庭のたくさんの皆さんが、はい、楽しみにしてます。2回ももったら、そうですね、乗り出して、はい、あの2階の方にお願いなんですけれども、木の手すりから腕ですとかお写真撮られる方もカメラなどを出さないようにお願いいたします。はい、1階にもお客様がいらっしゃいますので、はい、物が落ちると危険ですので、そのご注意をお願いいたします。はい、では皆さん楽しみにしていると思いますので、歌の方よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。それでは曲に入ってください。ヤクトニーヨーのチャルチャクレマッコ。
私は小学校3年生から、地元の大槌町で民謡を習ってきて、このチャグチャグ馬コの大会が毎年6月にあるんですけど、その時ちょうどこうチャグチャグ馬コのパレードが一緒に行われて、でその大会が終わった後とかにもこのイオンに遊びに来たことも今までもあったので、本当にここで歌うことができて嬉しいです。続いてお送りする曲は私のセカンドシングルの名前という曲です。この曲は世界に一つしかない大事な名前のことだったり、家族の愛や絆といったそういうのがテーマになった曲になります。本当に優しい曲なんですけど、力強いメッセージも入っています。それでは聴いてください。名前なのに誰もが知る
シングルの名前を発表しました。続いて歌わせてもらう曲は色彩という曲なんですけども、この曲はその日本にある美しい四季の移り変わりを歌っていて、今季節は夏ということで、もう8月下旬ですごく暑い日が続いているんですけど、でなんか今日この会場以外にも10倍の道というのイベントの方でも、ステージで歌わせてもらって、でその時はちょうど、1時くらいからだったんですけど、すごくこうやっぱり太陽の日差しが暑くて、でもこれ今室内なのでいいんですけど、本当にこれ外に行くとまだこう暑い残暑があるなというような感じがします。でもうすぐするとその夏が終わって、秋が来て次冬が来るということなんですけど、私が一番好きな季節は秋で、これは何でかというと、私は誕生日が10月8日なので、そのちょうど秋っていうこともありますし、今日はこう受験生なのでこう勉強も一生懸命頑張りたいなと思っているのがこう秋ということで、本当に、この日本の美しい四季を歌った郷さんにお聞きしたいと思います。それでは聴いてください、色彩。
ありがとうございました。色彩をお願いしました。本当に今は中学校3年生ということで、夏休みがちょうど先週の今日日曜日までだったんですけど、本当に夏休み中にはいろんなところを回って、仙台に行って、軽井沢に行って、札幌に行って、東京に行って、大阪に行って、でそれで夏休みのキャンペーンが終わったという感じなんですけど、本当に、すごく楽しい夏だったなというふうに思っていて、今までこう、夏休みに入る前に考えていたのは、受験生なので勉強も宿題もちゃんとやんなきゃいけないし、あとはそういうふうに全国を回るということなので、なんか大変そうだなっていうふうに思っていたんですけど、もうなんか実際、夏休みに入って、いろんなところを回ってみると、本当に行く場所行く場所が楽しくて、それでこう勉強をする時間はなかなかなかったんですけど、でも結構合間の時間を見つけて、自分なりにこうなんかよくできたなっていうふうに感じがします。でもう本当に夏休みも終わって2学期が始まりました。で、あと始業式があって、その次の日が火曜日が、実力テストがあって、休み明けに急にテストがあったんですけど、先生も頑張って、なんか本当に中学校生活最後の1年間なので、なんか楽しく過ごせたらいいなというふうに思います。で今こう日曜日ということで、こう夏休みだったり冬休みという長期の休み以外はこういうふうに週末を使っていろんなところに行って歌を歌わせてもらっています。本当にやっぱりこういろんなところを回って思ったのは、こうやって岩手の皆さんは本当にこう温かい人たちばっかりで、なんか本当にこう安心して歌えるなっていう感じがします。最後にお送りする曲は私のデビュー曲なんですけども、ふるさとブルースカイホームランドということで、この曲はふるさとを離れた人が特別なく自分のふるさとのことを思っている気持ちが込められています。きっと皆さんにも大事なふるさとっていうものがあると思うので、そのふるさとを思い浮かべて聴いてくださったら嬉しいです。それでは聴いてください。ふるさとブルースカイホームランド。
週時間テレビということで、私もこう T シャツを着てステージを立たせてもらったんですけど、本当に楽しく4曲を歌い終えてきました。今日本当にありがとうございました。